イクノアムラク、イクノアムラク、ジャッケノアムロク、から1285年6月19日は、エチオピアを支配したソロモン朝の創始者で、一時中断するものの1975年まで、続く、エチオピア帝国の初代皇帝、在位、1270年から1285年。その先祖をたどると、アクスム王国の最後の王、デールナード、につながるとされている。 その辞席については、ほとんどが、交渉伝承で伝わっている。共通しているのは、母親は、サガラット地方、現在のアムハラ地方の弟子エズリア王座にあたる場所を、支配した、アムハラ人の主張を使える、女奴隷であったという。イクノアムラクは、エチオピア高地でもやや東寄りに位置するハエク湖、ヘイク、アンバセルの近くにある、イスティファノス修道院で教育を受けた。 ミスティファノス修道院では、セーテクレハイマノット、A、トックラヘマノが彼を教育したという。またセーテクレハイマノットは、イクノアムラクが、ザグーエアサを倒すのに協力したとレール。しかしこれについては、イギリスの歴史家 GW、B、ハンティングフォードは、聖職者たちが政治的に深い役割を果たしたとしたら、ソロモン朝と関係の深かった。 イスティファノス修道院長のエズースイコールモアによって、美化された話であると批判する。伝承では、イクノアムラクは、ザグーエオーザイルマクヌン、ザエレマン、知られていない、隠されたの意味によって国に繋がれていたが守備よく、闘争に成功し、自分の本拠であるアムハラ、ショアで支援者たちを集めて、軍隊を組織し、1268年から反乱を起こした。 そして1270年にザグウェアサを滅ぼしたと、される。その当時のザグウェ王については、タディセタムラと、タディッサタムラとは、呪われた記録として、公式の記録からは、削除されているが、やっとばらくではないかとする。ただし、最近のウェンド、ベロ地方の年代記作者、ゲタチュメコーメ後年、ハサン、ゲタアトトシューメ今年ハセンによると、ナクトレアブ、NA 役へと、 L.A. ブないし、ナキュートールアブに違いないとする。イクのアムラクが、ザグウエアサを倒すだけの力を持つためには、アムハラと諸は地方のキリスト教徒だけでなく、イスラム教勢力とも手を組んでいたようである。その傍傷として、彼を描いた画像の中に、ムスリムと奴隷に囲まれて玉座についている画像がある。こと、またマムルーク長のスルターン、バイバルスに送った手紙に、 スルタンのつつましいしもべと自称し、自らの帰化に多くのイスラム騎兵がいることを述べていることからも伺える。その知性の間に、イクノアムラクは、アベ側の南方に勢力を持っていたダモト王国と、争い続けていた。イクノアムラクに関する記録でより確実なものは、彼の帝国と交流関係のあった他国の記録である。EA オリスバッジは、イクノアムラクは、 東ローマ帝国皇帝のミカエル八世と書簡を交わすだけでなく贈り物として何等かの麒麟を送っているという。また近隣のイスラム勢力とも友好関係を保っていた。ただし、エチオピア正教会よりアブナ、主教の称号を与えられていることから深く関わるのは避けている。また前述のようにバイバルスにも何度か書簡を送っている。 バイバルスは当時エチオピア正教会の最終的な権威者であるアレキサンドリアの大主教に対して総主権を持っていた。1273年にバイバルスによって新しい主教が建てられた。しかし、この書簡は、行くのアムラクの最初の要求ではなかったようで、書簡が届いていない時点で、イエメンのスルタンによってカイロに派遣した死者の旅程が妨げられたことについて抗議しているからである。 タムラトによると、イクノアムラクの息子は、シリアの司祭であったが、アレキサンドリアの大主教に構ってもらえなかったという。タムラトは、当時アレキサンドリアとアンテオ家の大主教は、エルサレムの主教の助任をめぐって争っていたという。もともと、エルサレムの主教の助任は、アンテオ家の大主教の特権であった。アンテオ家の大主教イグナテウス三世ダビドは、エチオピアの巡礼者の主教として扱われ、 呪任された。このことが呪任をめぐる議論の発端となった。巡礼者がエチオピアの主教の地位を得ていたとは思えないが、コプト教会の主教がイクノアムラクに彼の帝国へ来ているシリアのコプト教の支持者に頼る、要しいるようなことはなかったとられる。イクノアムラクはラリベラの近くにゲネテイコールミリアム教会、チャーチオブゲンネテマリアムを建設するように命じている。 この教会堂の壁画は、エチオピアに残された壁画の中でも、最古の年代に属するものである。ムスリムにも支えられていたものの、熱心なキリスト教徒であり、教会堂の建設を奨励し、寄進した土地は、領土の1、3とも伝えられている。アムラクの死後、二代目皇帝として、ソロモン一世が即位したが、その知性は、不安定であったとされる。その後、 後継者争いが勃発して国は乱れたが、アムラクの孫のアムダセ41世が定位につくとで政治的混乱は収束した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。